はい、明朝大学の小中です、えー、今日は線形台数の動画の3回目ということで、えー、行列の中身の意味を、えー、確認していきたいと思います、えー、と復習ですが前回の動画の内容で、えー、ベクトルは位置を表すようとした時に行列が何を意味していたかここ少し、えー、と思い出してください、えー、動画を見直していただいても構いませんはい続けたいと思います 平面上の位置を表す 2×1 の縦ベクトルに対して左から 2×2 の正方形列をかけます。そうしますと掛け算した結果も 2×1 の2次元の縦ベクトルであってこれも平面上の位置を表します。ということで平面上の位置に行列をかけることで何か異なる平面上の位置が得られたよということが分かりました。 で、そうすると ax b という形で、この式の一般形を書きますと。二次元ベクトル x が二次元ベクトル b に対応します。で、この時、行列 a は x に b を対応させる変換であるよと呼びました。というのが、前回の復習でした。で、今回の内容です。今回は行列の中身の意味を確認したいと思います。 特に正方行列の各列の意味に絞ってお話をしたいと思います。早速ですが、基本ベクトルがどういうのように行列によって変換されるかというのを確認します。で、この仕組み、もう一度示しておきますが、例えば x 方向の基本ベクトルというのは1,0ですので、 これをまこの行列で変換したらどこに行くかというのを計算したら2-1に行きましたまこれ行列の計算の練習問題ですでこの2-1なんですが行列の計算のルールをよく読みますとこの場所ですね X 軸方向の基本ベクトルの変換先として現れるものはその行列の1列目だったよ ということが確認できますこれは行列の乗算の規則からしてもまあかなり明らかなことではありますでは同様に y 軸方向の基本ベクトル01の変換先を計算してみてください動画を止めていただいても構いませんはい計算してみると分かるように Y 軸方向の基本ベクトルを、えー、行列で変換すると、その変換先というのは行列の2列目だったよということが分かりました。で、これ確認します。まあ、これは数値で1例だ,っただけだったんですが、まあ、容易に一般化もできまして、行列 A の各列の意味というのは、基本ベクトルが変換される先を示しているよと。 いうことが確認できますで先ほどの図をまとめますと,えっと行列この行列に,対によって基本ベクトル1、0と0、1がどこに行くかというのを絵で表しました。1、0の行き先は行列の1列目2-1です。で01基本ベクトル0、1の行き先は行列の2列目 ええ、マイナス一一でした。で、この先少し一般化をしたいので、記号の準備をしたいと思います。A. は二かける二の正方行列とします。で、要素の書き方として、まあ、このように、えっと、行と列。のそれぞれの添え字で、まあ、要素ごとに書く。という書き方と。もう一つ。 それぞれの縦のベクトルを、えー、と太文字の A1、A2 というふうに書きます。こういうふうにですね、二、えー、次元のベクトルだよということを明記しました。なので、まあ、行列の各列に注目していますので、それぞれ列ベクトルとして取り出せるように記法を変えました。でそして各軸方向の基本ベクトルを E1、E2 のように書くこととしましょう。 でこうしますと確かに a×e 1というのは a 1ですし a×e 2は a 2というのが成り立っています。でこれつ,つい先ほど確認しました行列の確列は基本ベクトルの変換先だったよということを確認しましたで少し注意事項ですが見通しを良くするために xy 軸という表現ではなくて x1 軸 x2 軸というように使うこともあります。 先ほどは基本ベクトルの変換先を確認しましたが任意の基本ベクトルではないベクトルの変換先を計算してみます一例としてこの行列によってこの基本ベクトルではないベクトル11がどこに変換されるかというのを計算してみますはい変換はこの計算でした計算してみたい方は動画を止めて手元で計算してみてください はい、先に進みたいいと思います、まあ、計算そのものは行列の乗算の練習のですので、まあ、1,0ということが分かりました。で、これはまあ確かに計算はできるのですが、えー、基本ベクトルというものの、えー、意味をそもそも考えてみたということで、こういうふうに考えましょうと。1,1というのは、1,0+0,1 だよと考えましょう。で、まあ、計算それぞれしてみるとこうなるんですが、こう。 分けた意図というのは何だったかというとそもそも基本ベクトルって何だったかというと任意のベクトルをその基本ベクトルというものの線形結合で表すための元となっているベクトルですということで基本ベクトルということを考えましたなのでこのように線形結合に分解しますで そうしますと一般化ができて任意のベクトル x というのを x1、x2 としましょうと。これ2次元のベクトルですで。これは基本ベクトルを利用してこのように分解することができます。一応式で確認しておくとまあこのようになりますね、e。e1 方向の成分が x1 あるよ、e。e2 方向の成分が x2 だったよ。それ足すと確かに x1、x2 というベクトルが出来上がります。 でこの、えー、と x、このように準備した x ということに対して ax の乗算を計算してみます、はい。計算してみたい方は動画を一旦止めて、えー、先に進めてください,、はい。計算ができましたら、えー、すあのスライドを進めていきます。そのまま、まああのー 淡々と計算していきます。x は先ほど x1e1 た、e、す x2e2、e、と定義しました。で、括弧を取ってこうなります。で、えっ、ー、と、x1、x2 はスカラーなので、乗算の順番が変えれてこうなりました。で、もう一度ここで少し、えー、と復習ですが、e、ae1、ae2 は何でしたでしょうか。手元にメモを通されている方は書いてから、えー 動画を進めて一度止めて動画を、えー、進めてください。はい、こうですね。えっ、ー、と、基本ベクトルに対して行列をかけていますので、これは基本ベクトルの変換先だったよということが分かりました。で、基本ベクトルの変換先っていうのは、行列 A の何かでしたねということを確認しました。 ここも一度メモを書いてみてください動画を止めていただいても構いませんはい、先に進みます先ほども確認したように基本ベクトルの変換先というのは行列 A の各列でしたということで計算結果はこうなります x1a1 たす x3a2 となりました もう一度まとめます。AX という掛け算は最終的に X1A1 たす X2A2 になりました。で、これをよく見ますと、この X1E1 た、e、す X2E2、e、というのは基本ベクトル E1E2 の線形結合でそれぞれの成分が X1 と X2 でした。それに対して A を掛け算した後のものは 行列 A の各列 A1、A2 というのが基本あっと規定ベクトルとなっていてそれに対して成分、重みが x1、x にかかっているような線形結合でしたで。これを図示するとこんな感じになります、e。E1、E2 はまあこういう基本ベクトルで x がこうだったと。それが A をかけることによってこういった方向とこういった方向 A1、A2 というのが各列の要素で。 それが定数倍ですね、x1 倍されるので、このベクトルの方向に定数倍伸ばした縮めたりしたところと、a2 の定数倍伸ばしたり縮めたりしたもの、この2つのベクトルの和として、ax というのが表されますよということが分かりましたで。先ほどちらりと言って、この動画ではまだ扱っていなかったんですが、 行列の各列というのは、変換した後の規定ベクトルとして考えることができるよ、ということが分かりましたこの動画まとめたいと思います行列の各列は基本ベクトルの変換先ですで、えーと、任意のベクトルが基本ベクトルの線形結合であるよ、ということと、行列による乗算で 行列の各列の線形結合に変換されるよということを合わせると行列の各列というのは変換した後の空間の規定ベクトルになりそうであるということが分かります。これを踏まえて次回以降、えー、と規定ベクトルと線形空間について少し復習をして。 行列によって1ベクトルが変換されるよということから空間全体が変換されるということに話を進めたいと思いますそして空間の伸縮とか回転についてお話をして特にロボットシステムですねマニプレーター型ロボットとかを記述するのに必要な回転行列について少し詳しくお話しできればと思いますこの動画ここで終わりにします